美術で日本を元気にする秋華堂の絵画骨董買取プロの田中でございます。最近ね、なんかこのアイアートっていうオークション会社でやった、帽子急増コレクションっていうのが話題になったので、ちょっとねそれネタに少し喋ってみましょう。アイアートというのは何かというと、もともと伊勢オークションって言ったの、伊勢さんって言ってね、卵の伊勢さん、伊勢食品っていうのね、オークション会社なんですけど、もともとは DNA というところからですね、DNA ってとか、まあ、若干我々の親戚もかかってるオークション会社がいろいろこう経緯があって、今は、卵の伊勢さんがやってる。愛っていうとね、なんか、愛モードとか古いか iPad とかね、ちょっと Apple 製品っぽくちょっと寄せてますけど、もちろん関係ありません。それでですね、この帽子コレクションというのがなぜ話題になったのかというと、案外ですね、高く売れたということが、まあ、近代美術っていうのはですね、近代というのは何のこと言うかというのも、要するにですね、明治維新後の美術のことを日本では近代美術と言います。英語で言うとモダンアートですね。で、近代って言ってもね、大体一般の人は分かんないんですけど、多分ね、だけど英語でもモダンアートって言いますね。大体要するに20世紀のアートのことをモダンアートと言って、話長くなるで、まあその、黒田清輝がこれ表紙になってるのとこの、売れたんですよ。でこれ黒田清輝って言わずと知れた外交派というか、まあ教科書にも載ってますよね、黒田清輝って。で、まあ日本の油絵油彩画の幕開けを飾った人と言ってもいいので、フランスだったよね。で勉強して、で、まあ日本の美術っていうのは、まあ、リアルタイムなところで言うと、どうしても西洋の潮流から、まあ、一歩か十歩か遅れちゃうんですよね。だから、まあ同時代の勉強して日本に持って帰ってやるっていう頃には、まあちょっとその同時代的に見るとちょっと西洋よりも古くなっちゃうっていう傾向はあるんですけど、まあそれでも何でもとにかく日本のその、外交派とか言うんですけどね、まあ外出てちゃんとキャンバス立てて絵を描くっていうような、まあ、そういうことをまあちゃんとやったというか、まあそういうあたりで言うと、まあ黒田清輝先駆けかつ、東京美術学校で教えたりなんかして、まあ、アカデミズム的なですね、美術の先駆けでヌード描いたのもこの人が、まあ、ほぼほぼ最初だしね。でその風景画がね、これすごいんですよ。これ 1,2,3,4,5,6 ページにわたって紹介してですね、で2000万か4000万ってエスティメートついてるんですけど、それが1億何ぼかで売れたんですよね。1億2000万だったかな。詳しくはホームページなんか見てもらったんですけど、だからこういうね、エスティメートより高く売れるという売り方をするのはオークションとしては成功なんですよね。大体の日本の、オークションってね、僕無責任だから言いますけどね、無責任の立場だからね、大体美術品の値段下げるっていうパターンが多かったんですよね、無責任に売って。だからなんで特に若い人の作品なんかは投げ売りするみたいな傾向が強かったんですけど、まあちゃんとこうやって一つのこの儲けということでブランディングしてきちんと高く売ったっていう意味ではね、オークションとしての意味はあったと言えるでしょうね。それはやっぱこのコレクションが粒ぞれで、その黒田清輝もそうですけど、和田栄作もありの、安井壮太郎もありの、梅原もありの、橋田武もありの、浮田克実もありの、森本壮介もありの、加山又蔵、早見御舟、ね、小野蟄居、前田青村、村上科学もね、高かったみたいですよ、これね。これ、こういうのってやつね。これもね、結構高く売れたみたいですよ。こういう、これね、このね、こういうその、ちゃんといいものをきちんと
売ったということで言ったら、まあ、意味があったのかなというふうにも、まあ、思いますけどね。だから、まあ、コレクションをするならば、逆に言うと、まあ、これはオークションでたまたま高く売れましたけども、要はですね、いいものをしっかりと集めておくとですね、実は世界でも日本でも、何でもかんでもオークションで売れてるかっていうとそうでもなくて、結構ですね、まあ、オークション会社介入しようがしまいが、要はですね、水面下で相対で取引されてるケースが結構多いです。で、僕ら美術商なんかが、まあ、入ってお客さんをつなぐんですよね。売り側と買い側で一人ずつ入ったりとかいろんなことありますけども、まあ、なぜそれが好まれるかというと、結局これオークションって一発勝負だから、まあ、賭けなんですよね。で、まあ、失敗したら、まあ、本来は高い価値のものもものすごい安値で売らなきゃいけないっていう窮地に追い込まれることもあり得るので、まあ、一触即即発の賭けみたいなもんだから、成功すればいいけど、失敗したらまあドツボにはまるんで、リスクはあるんです、必ずどんなオークションでもね。そういう意味で言って、まあ日本は実はオークションといっても公開オークションじゃないオークションもものすごく発達してますんで、そっちのリスクないという見方もできますし、まあオークションって準備から調べて、まあ多分発案してからやるまでこんな仕掛けで何年かかかってるんじゃないかと思うんですよ。僕がやったわけじゃないか分かんないですけどね。だからそういう、まあ、リスクと時間との兼ね合いでね、こういうやり方もあるということですね。で、まあ、この、高く売れたやつに関してはみんな印象に残ってですね、まあまあ日本の美術を収集する底力も、まあ、捨てたもんじゃないなということでみんな印象に残ったと思います。ということで、はい、ありがとうございました。これ週刊堂の LINE 査定のこれ普段使ってる電話番号のやつがちょっとどっかで誰か持ってっちゃったので他の撮影、これが LINE 査定の QR コードです。これで LINE で査定ができますので、よければご覧ください。ご利用ください。